はい、2022年今年のですね家庭菜園、中間報告ですね。はい、まあ、こちらはですね、毎年やってるゴーヤですね。はい、だいたい 1.5 メートルぐらいに育ってきました。はい、花も咲いたりしてますね。はい、こちらはですね、中型のトマトですね。はい、こちらはそうですね、30-40センチぐらいですかね、育ちました。はい、こちらはミニトマトですね。ミニトマト、こちらまあ小さいですね。はい、これはこちらトマト、こちらとこちらですね、ダイソーの100均の、種からできました。はい、1袋50円のやつですね。種よりも土の方がお金かかりますね、これね。はい、こちらはですね、ネギです。あの、細いネギですね。あの、蕎麦とかに使ったりする。まだ細いです。まだ食べれません。こんな細いじゃね。はい。はい。こちらは、キュウです。はい。キュウリはだいぶ大きくなりました。このようにですね、私の背よりも高くまで、伸びてますね。はい。もう、キュウリが、ちょっとできてます。ここからちょっと見えませんけどね。もうできてますね。この辺に。見えないか。ちょっと、これですね、これ。はい。これそうですね。はい。こちらまだ全く分かりませんけど、これは大葉です。こちらはですね、シシトウですね。まあ、小さいですね。まだ双葉です。これも100均の種です。これも、これはナス。これも100均の種です。これからこの少し育ったら、ちょっと広いところに移し替えようと思います。ここじゃ育てないですね、この小さいんじゃね。こちら、プランターのミニトマト。プランターの中型トマト。こちらはですね、バジルですね。バジル。スパゲッティっていうか、イタリア料理ですか。に使うバジルですね。はい。こちらは、多分、オクラですね。オクラ。ちょっと、雑草も入ってるんで、ちょっとよくわかりませんけど。これがそうですね。春菊だね。これも100均の種です。まだ小さいですけど、これ結構すぐ大きくなりますね。はい。春菊はちょっとですね、ただ虫がつきやすいんでね、ちょっとこう高いところに置いてます。これでもちょっとダメかもしれないですせんけど、まあ、これでちょっとどうにかやってみたいと思いますね。はい。以上ですね。はい。今、5月の26日ですか。